わあ、お客さん、ターキー出せましたね。おめでとうございます。まあ本気出せばこんなもんだ。お客さんは見事ターキー出されましたので、ターキーをプレゼントさせていただきます。そうだよね。そのために頑張ってストライク3つ出したんだ。よし、ついに俺もターキーを。はい。それではこちらが商品のターキーです。え？え？そうそう、これがターキーだ。ターキーってあれ？なんかクジャクジャなんだっけ？七面鳥、七面鳥だよね。サクサクの皮、噛むごとに溢れ出る肉汁。って、生きてるじゃねえか。いや、なんかあれなんですよ。発注したら生のまま来ちゃって、生のままっていうか生きてんじゃん。ターキーでもねえしよ。お、なんでだよ。しかも、これは鶏だろ。ターキーは七面鳥だ。あ、ほんとだ。発注ミスしてしまいました。お前何もかもが間違っている。おい、勘弁してくれよ。生きてる鶏をもらっても困るぞ。めっちゃ生きてる。っていうかすげえリアル。ターキー。あ、じゃあ今から裏で締めてフライドチキンに。お前、エミリー、なんちゅうこと言ってんだ。え？締める？キリュウちゃんの得意なことだな。締める？食べられるようにしてきます。お前慈悲がねえ。この鶏を殺すってことか。大丈夫です。私実家養鶏農家なんです。マジかよ。そうか。いや大丈夫じゃない。ちょっと待ってくれ。え？なんだこれ。ターキー。え、こっけ。ああ、疲れた。もういいって。なんだこれ。この鶏。俺が飼う？ペットできたんだ。お前そんなことしてる場合じゃ何もないのにな。おい。商品ですので構いませんけど、サクサクプリプリ、肉汁ジュワーはいいんですか？ターキーは別の機会に食うことにするぜ。ああ。わあ、エミリーとの絆やっとマックスです。そして鶏ももらえました。これどうすんの？武器になんの？名前は、コケ太郎にでもするか。ああ、うん。よろしくな、コケ太郎。なんか豆太郎みたいな。マネージャーなのかよ。嘘だろ。お前に何ができるって言うんだよ、マネージャー。しかも結構強い。もう助けてくれ。何なんだよこれ。コケ太郎が無事仲間になりました。うわ、なんか佐川さんとネーミングセンス似てるな。豆太郎、コケ太郎か。笑い疲れちゃったな、初っ端から。今は牧村誠が目を覚ますのを待つしかない。錦と合流するために西公園に向かおうか。どうも山上です。ちょっと一旦メインに戻って、俺たちの錦が無事か確認してこようじゃないか。誠ちゃんがな。渋沢組の、あ、しのぎもやらないとね。渋沢組の風間組狩りが始まる前に、前にっていうか、やるしかないんだろうな、ドンパチよ。クソ野郎が。こいつら、なんか、喧嘩はいい、喧嘩はいい、誰、やめて、こいつらと話せるのかなって、嫌だ、巻いた。こいつら何なんだろう、サブストか違うか。話しちゃおう。こんにちは。おい、東上会直系組織、やべ。おい、堂島組がまた慌ただしく動いてるな。例のガキの件については、東上会を本家が預かることになったんじゃねえ、この。え、その例のガキって僕のことですか？あ、すいません。それが、キリちゃん近いな、もうそれは会話に混じってる距離だわ。それが、今度の標的は風間組みたいです。なんだと？ライブ構造もついにそこまでで来ちまったが、結果によっては堂島組はもちろん、登場会の勢力図が大きく塗り替えられることになるかもしれないな。とばっちりを受けるのはごめんだ。すぐにうちの組の人間を、天下一通り一帯から引き上げさせろ。天下一通り？はい。キリちゃんも返事しときな、はいっつって。天下一通りってこっちだよな。ここに引き上げさせろ。え、こっちに行っか、いや、でもこっち向かえばいいんだよな。あ、カツアゲるわ、くっそ。とりあえず向かおう。向かってしまいましょうよ。天下一通り。
風間組か。風間組の事務所があるわ。あ、そっち向かって。でもとりあえず錦の顔を見て元気出してから。いや、渋沢さん出てくんのか。いやワンチャン桐生ちゃんに対して運ないで。いや、いろいろいる。やべえ、カツアゲもいるわ。カツアゲもいるけど、メイン進めるか。いけるか。いけ、よし、ナイス。桐生、錦、無事だったか。錦、なんだ、どうかしたのか。慌てた様子だな。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。やっぱそうか。風間組を襲う気らしいぞ。立ち込み、何、渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。ああ、奴は風間のおやっさんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。的だもんな。おい、いたぞ。おい、キレと錦まで。いやー、巻き、いやー、錦、牧村誠は日教連の世良が保護してた。錦は知ってんのかな。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に型がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り、殻の一粒は世良と風間のおやっさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。本当頼みの綱だな。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。ああ、桐生、早く行け錦。分かったよ。やだ、頼んだぞ柏木さんのことを。いや、一緒に戦えると思ったのにな。クソが。この俺だ。風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。あ、恨むなら風間を恨め。風間さんだろうが、この雑魚は言ってやりましょうよ、キリュウちゃん。さあ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 、ちょっと待って、いいのか、俺にそんな口聞いていいのかよ。言っちゃうもんねた。おらごめんごめんな、でも雑魚との喧嘩はこんなもんだ。風間組はどうなった。うまく逃げててくれりゃいいが、心配だ柏木さん。風間組事務所へ向かえ。さあ、俺たちの実家を守りに行こうか、柏木さん。ちょっと待ってくださいよ。ゴロちゃんと一発やり合ってちょっと傷を負ってるかもしれないもんな。戦うわけにもいかないだろ。構想か。うわ、俺たち堂島組なんだけどな、やっぱ心は風間組なのよ。さあ、大好きな人たちを守りに行こう。いや、か、もうカツアゲくんいるな。カツアゲくんは避けて通れるか。いけるか。ダッシュでいけるか。今3000億ぐらいまで貯めてんだ。お前はカツアゲくんではなく、もう俺の貯金箱と貸している。分かったか。お前は貯金箱くんだ。俺の金をプールしといてくれ。よし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 。いや、渋沢さんか。いや、ワンチャンクゼの兄貴くんじゃないかな。やっぱ桐生ちゃんをぶちのめすしたら、キリュウちゃんをぶちのめすとしたら、クゼさんに来てほしいな。いや、追われているし、人通りも少ないし、怖っ。なんだなんだ、怖い。負け。来るか。いや、どこまで、いや、組入ればいいのか。うわ、来たー。来ちゃったー。おい、なんだ。みんな避難してるのか。極道暴れますよ、言うてな。やっぱりね、クゼさんか。かっ一人か。あ、クゼ、あんた一人か。ああ。おお、マジか。5回目です。でも5回目、決着か。一人で、うわ、どこまで男なんだ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。いい、まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。ありがとうございます、安心しました。堂島組は風間組を、いや、
風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。でも一人で来たんだ、久世さんは。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたところで今のあんたほど手強いとは思わねえ。お違いねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。おお、俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつ。ああ、男の意地。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前、どっちの意地が上に行くか見ものだな。うわあ、なんかいいな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。いいよね、上出来だよ。いつでもいいぜ、殺す気でかかってこいや。いやー、かっこいいですね、いいですね。行きましょうよ、5回目だ、あなたとは5回目。あ、クゼさんにはらし、クゼさんにはらし、クゼさんにはらし。あばやばや、怖い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 な。あ、ちょっと待って、キリちゃん、キリちゃん、あれだあれだ、ちょっといいか、メリキンサック使わせてくれよ。前、おお、あの兄貴も、クゼの兄貴も武器使ってたし、今回は俺の番だろうよ。あ、弱いか。いや、いけんな。ちょっと、ヒートアクションみたい、ヒートアクションみたいな。うん、ちょちょちょ、出して出して、出した。オッケーオッケーオッケー、待って待って待ってね。いや、来いよ来いよ、来てみろよ。いいんじゃない、これ、あれ、ヒート。いいじゃんいいじゃん、いいよいいよ、でもいいよでもいいよでもいいよ。おらおら、立ってもらおうか、立ってもらおうか。おいしよし、あー、危ねえ、危ねえぞ。おい、来い来いよ、おいし。来た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 。おー、かっこいい、かっこいい、勝てるぞ。よし行こう、おらおらおら、俺は強くなってんで、あんたのおかげで化けたんだよ、本物の。いや、ちょっともう武器やめようか、やっぱ素手で行こうか。まあもうね、人間同士の戦いということでね。あ、避けていこう避けていこう。いやー、背中空いてるぜおじさんよ。おれおれ、立ってもらうか。危ねえ、怖い。いや、うお、来いよ、お、来いよ、てめえ来てみろよ。なんだよ、おいおいおい、おらおら。いや、かっけえんですよね、あなたと立場が違う。危ねえ危ねえ、やば。ちゃんと避けることも覚えような、避けることも。なんだよ、避けてやるよ。いや、でも攻める攻める攻める、あいたい。うわ、やばいやばい、キリュウちゃん、ごめん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 。いや、いけるよ、あんたとの喧嘩は楽しいよ。うん、やっぱ楽しんで痺れんだよな、一人で来る感じが。いや、ちょちょちょ、怖いんだよな。でも痺れるぜ痺れるぜ、なんかゴロちゃんが誉れと戦った時のような。キリュウちゃんもきっと影響を受けてんだろうな、この生き様に。男の意地ってやつ、張り合っていこうぜ。おらおら、よいしょ、うわしょ、危ねえ。うわーぞ、来いよ来いよ来いよ、全然来いよ、怖くねえから、ビビってねえからよ、ビビってねえからよ。入れて入れて、錦、おい、痛いよね、ごめんね。おしおしおしよ、いいんじゃないかいいんじゃないか、興奮するぜ興奮するぜ兄貴。うん、あんたは本当にいいのか、渋沢さんの下で働いていくことになるのに。あ、うわ、怖い、すげえ避ける、すげえ避ける、俺は避けれる。どうだ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 、おれ、いや、いやだ、もういいよ、慎重に行こうね、慎重に行こうね。おら、戦っていこうぜ。あ、やべやべやべ、逃げる逃げる逃げていく。おら、あはは、オッケーオッケーオッケーだぜ、いいぜキリュウ、いいぜ、俺たちは最高だぜ。おれおれおれ、あって、いや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 、うおないな、興奮するぜ、あんたとの喧嘩は興奮するんだよな。ラッシュでやり合って殴り合っていくってのがまたな。ほら、いけいけいけ、いいぞいいぞいいぞ、よいしょ、オッケー。なんだ、来るか、来るな、なんか来るな、来いよ、来てみろよ。おい、おっと、おっと、な、いい、ちょっと連打かい、連打かい、行くぞ行くぞ行くぞ、勝て勝て勝て、行け、行けるか、おっと、受け止める。うー、あんたを超えていくぜ、俺は本物の極道なんだよ。あー、うー、来いよ、おい来いよ、おれ、いいよ、おれおれ、決めてやるからな、いけるか、決まる、あ、もうちょっとか、
よし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 、いやヒートで勝ちたいか、ヒートでヒートあのあれやりたいな、壁際、多分あれ壁際だったよな、来いよ、どこだ今、あんたどこ、あんたどこにいる、来いよ、おい来てみろよ、よいしょ、いけるか、よーし、これだぜ、おら、ごめんな、最高だぜ。5回目、たまらんですよ、男の意地。なんて野郎だてめえは。ちょっとな、嬉しそうなんだよな。どこまでも強くなりやがる。自分より強い人を殴るために極道やってんだもんな。クゼの兄貴。兄貴なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。抑えてた。その封印を解いちまったんだよ、道島組が。極道になるのも止めてたんだもんな。だがお前の他にもう一人。え？そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。錦。日教連に逃げ切る。そこに奴が渋沢がいる。芝浦。渋沢ですか。日教連に。牧村誠は生きてるんだろ。え、バレてんの。渋沢は殺し屋に女を出せるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。でもクゼの兄貴には話してんだ。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるために。うわ、ずっちいな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。徹底的にだ。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キリュウ。うわ、錦勝ったよ俺。錦、今アジア外から連絡があった。あ、渋沢が堂島組を芝浦に向かわせたらしい。やっぱ芝浦か。もしかして日教連は芝浦にいるのか。賢い。その通り。ザッツライト。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キリュ、車回してくるからよ。お前には久世さんが見えてないのか。分かってんだろうな、キリュ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。おい、一礼をしてな。キルちゃんが兄貴って呼ぶのが。やっぱ認め合ってはいるんだろうな、この二人。いや、クゼさんなんでそっち側なのよ。いやー、認識待ってる。お、主人公変更について。はいはい、アジトで主人公の切り替えができる。いやー、もうクゼさんもういないの。いやー、なんかクゼさんがな、忠告してるようでもあるし、キリュウちゃんの覚醒を喜んでるというか背中を押してくれる感じもあるしな。5回目のクゼ戦、うわー、しびれたな。かっこよかったな。認識が待っているから、ムーカを。あ、久々じゃんお前の車。おおおお。キリュウ、この車に乗ったら最後だ。最後。またこの街に戻ってこられる保証はねえぞ。お前こそだよ。もうやり残したことはねえな。え、あれば今のうちに済ませとけ。え、え、あ、バカ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 。これが最終決戦に向かう前の最後の自由時間となります。来ちゃったな。終わりが
目前だ。なんで錦は私を睨んでいる？あ、違う、覚悟の決まった顔。いや、錦ももがいてんだな、本物の極道に。二人で、いやー、そっか、風間のおやっさんは止めてたんだな、キリュウちゃんの一歩を。真っ黒になる寸前の一歩を止めてたってことなのかな。錦山に話しかけると選択肢が表示されて、あ、真島に切り替えるわ。錦からやればいいの？お前すごい。一度真島に切り替えた後でも再び気流に戻すこともできる。あ、コロコロ入れ替えられるんだな。はい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 、しっかりと準備しておきましょう。じゃあ一回お前の車に乗ったらもう最後まで突っ走っちゃうってことか。いいね。念のためこのタイミングでセーブデータを作成して保存していくことをお勧めいたします。はいはい、そうだな。今のうちにできることはやっとけ。当たり前で、ちょっと一回話してみるか。引き返せってな。お前こそだぞ。あ、ちょっとずっと話していたいけど。はい。もういいのか、キリュウ。この町でやり残したことはねえんだな。あ、なるほどね。で、これで真島に切り替えるが選択できると。いや、バカだれお前。もう少し時間をくれ。まだやり残したことがある。すげえある。そうか。だがのんびりしてる暇はねえぞ。準備ができたらすぐに出発だからな。頼む、1週間ぐらいくれ。心の準備がある。これにお前の車だよな。中見れる？あー反射であんま見えないけど。あ、綺麗にしてんね。さすが錦だぜ。よかった、お前が座席の頭の部分にバンダナとか巻かない子でよかったぜ。よしよし、じゃあ言われた通りに一回セーブシーノでしようよ。はい、セーブシーノ。いや、全然まだでしょう、全然まだでしょう。いや、クゼさんかっこよかったな。どうしよう、時間微妙いな。いや、クゼさんの男の意地に触れたところで今日は終わりにしてもいいか。とりあえずサブストだけは全回収して最終決戦に向かいたいので、明日からサブスト大会開催の予感だぜ。しばらく向かいません、最終決戦は。はい、それだけはお伝えしておこう。できれば錦と一緒に行動したいけれども、カムロ町でしばらく遊ぼうか。はい、ご視聴ありがとうございました。